地方マニューチーム崩壊、テンハール監督に不満爆発切れる。ユナイテッドの多くの選手たちは、敗れたフラム戦の翌日の日曜日を休みにしてほしいと要求していたようだ。テンハーグのチームでは試合の次の日はウォームダウンとビデオでの分析に当てられることが通常のルーティーンであり、これは拒否された。しかし選手たちの一部は、今季のスタートの不調の原因が、監督がプレシーズンに選手を酷使したことにあると考えているという。弱小部活レベルのグータラブリアナウ。プレシーズンで体作ってない、試合後にちゃんとケアしてないから怪我が多いのは必然だった。こんなチーム誰が監督でもお手上げだろう。これ俺が甘やかした結果だろ。てか俺の時は試合後休みにしてたのか。疲労取るために軽いトレーニングするのは当たり前だろうに。レアルでもモドリッチ、クロースが年下の要望を聞いてアンチェに要求してた。ただアンチェは勝った試合の次の日を休みにしてたけど。土曜の結果関係なくもともと日曜は必ず練習日になる予定だったらしいが、なんでこんなヘタレなの。選手側からガチで要求してそれが不満として外に漏れてるのは初めて見るかも。日程詰まってる時に負けたら気分転換も兼ねてオフはチェルシーの時のトゥヘルがやってのはあったな。試合の翌日なんて選手の消耗度合いをチェックしたいだろうに、試合後の夜にハメを外すやつが出ないようにという意味でも翌日を練習日にしてるのかも。休み要求してるのがニュースになるクラブなんて聞いたことないわ。うつか、これが本当ならこんなのが外に漏れるのも問題だわ。去年の今頃はテンハグが希望、テンサにユナイテッドで生まれ変わったって拍手喝采だったのに。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。